始まりました。マーケットチャンネルです。今回はですね、先ほど受けてきました第247回トイック公開テストの感想を述べたいと思いますね。ちょっと髪の毛が変になってますけども。いやー、やばいですね。本当に。食中毒のまま受けに行きましたから、金曜日からね、何も食べてない。金曜の夜に食べたのが最後。その後、ずっと、なんですか、ずっとこれ、OS1 だけで、生活してるんですけど、やばいですね。超しんどかったです。はい。まあね、またこれで満点取れれば新たな伝説ということで。いや、絶対やんない方がいいですよ。もう、ほんとやばいです。まず、まあ、感想を述べていきたいんですけども、パート1ですね。今回は、まあ、普通ですけど、いつもより難しめでしたね。あ、そう、フォームが、複数ありますので、同じ問題だったとは限りませんので、大体1回のテストで3フォームぐらいあるので、受けてる人同じとは限りませんが、僕のやつは、1つ激ムズなのがあったって感じですね。あ、こんなん出るんだなって思って、これ消去法使わないとおそらく正解できないんじゃないかなというやつでした。かなり難しかったですね。あとのやつは、まあ、簡単だったんで、まあ、だから普通としておきますね。で、続いてパート2ですね。いや、難しいです。パート2は、攻めてきますね、今回もね。いや、難かった。2問ぐらい、いや、これ正解って他のも言えるんじゃないのとかで、これも正解でいいんじゃないのっていうですね、相当攻めてる。やっぱり難しいですね、パート2はね。いわゆる直接的な返答じゃなくて、こう、遠回しで答えるやつっていうのが、だいぶ難しかったと思いますね。続いてパート3ですね。で、パート3はまあ普通だったかなと、そこまで難しい問題はなかったなっていう印象ですね。で、今回はちょっと簡単だなと思えた理由が、このグラフィック問題ってあるじゃないですか。この絵とか図表とかね、そういったものが載ってるやつって、まあいろんなパターンあるんですよ。地図だったりとか、なんか、何これみたいなね、広告だったりとかあるんですけど、今回は全部4つ並んでるやつだったんで、で、どういうことかっていうと、商品が並んでて、そこに値段が並んでたとしますね。で、それで、誰々さんが買うのはどの商品でしょうみたいな感じで、商品が選択肢に並んでるんです。で、そういう時って、商品名はリスニングの中では出てこないんですよ。必ず値段の方が言われて、で、その値段に合ってる商品を選ぶっていうですね。こういう照らし合わせになるんですけど、このパターンしかなかったんで、今回ですね。パート3、パート4、合わせて5問出てくるんですけど、5問ともそのパターンだったんで、あ、これは楽だなと思いましたね。なんで、特に難しいなと思うものはなく、さかさかと解くことができました。で、ただね、パート3の後半から私もうね、お腹が空きすぎてですね、めちゃくちゃお腹が鳴ってる状態になったんで、パート4がしんどかったですね。昨日の夜寝るときはめちゃめちゃお腹が鳴ってて、でも朝起きたら鳴ってなかったんで、あ、もう別にもうなんか限界を通り越したんだなと思ってたんですよ。だからもう大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱ試験中になってしまいましたね。めちゃくちゃお腹が空いてる状況に。で、パート4の集中力がだいぶ途切れてしまったというか、それでいて今回やっぱちょっと難しめだったと思います。パート4ね、ちょっとやや難としておきますけど、やや難な状況だったんで大変でした。辛かったですね。もう試験中うわーって思いながら別のこと考えちゃうし、ああもうこれこの後、YouTube の動画で何話すかなとか、この時のこと話すんだろうなとかですね、余計なことを考えてしまって集中できないっていうのが続いてですね、だいぶ辛いなと思いましたね。やばかったです。はい、本当に。で、そんな中結構場面が難しいっていうのがあり、あと糸問題ですね。この糸問題どっちでもよくないっていうのがありましたね。いや、これも正解になるんじゃないのっていうのがあって、そこは悩みましたね。結局どっちが正解なのかなっていうのが分かんないままでした。で、あと一つは聞き逃しですね。もう完全に聞き逃していて、あれ、答えどれだったかな。まあ、とりあえずこれで、この話の流れだったらこれだろうみたいな、そういう知識で何とかしました。はい。多分合ってるとは思うんですけど、ちょっと今回リスニングは全問正解難しいかなという印象です。このナレーターに関しては、新しいオーストラリア人とか新しいイギリス人出てたんですけども、まあ、慣れてきたかなっていう感じですね、自分自身ね。で、オーストラリア人が、
シドニーのね、アナウンサーの役をやってた時とか、ああ、ちゃんとオーストラリアに合わせてんだなとかって思いましたけど、まあ、自分的にはだんだん慣れてきたかなという印象です。最初はやっぱ聞きづらかったですけどね、このオーストラリア人もイギリス人もね、はい、慣れたって感じです。で、続いて、リリングに行って、パート5ですね。パート5は、まあ、普通としておきます。珍しく、喃語が聞かれなかったんですよ。難しい語が選択肢にいなかったので、その分優しめだったかなと思いますね。文中にはいました。あ、こんなのトイックで出るんだな。そう、単語がね、今回だいぶ難しい。パート6にもパート7にも、トイックにこんなレベルの単語出んの？っていうね、難しい語が結構出てきたんで、ね、ちょっと、覚えてきたかったんですけど、もう頭が回ってなくて、覚えてこれなかったですけど、わ、こんなん出んだなっていうのはありました。で、パート5の選択肢中にはいなかったですね。ただ、まあ、引っ掛けさせるというか、考えさせる問題が多かったかなと思いますね。あ、後ろに名詞来てるから、これが正解なんじゃないのと思いきや違うみたいなね。そういう狙った問題が数問ありましたね。はい、同じパターン。まあ、この辺のことはですね、僕の別の動画でも、ね、メンタルドクター指導先生っていうですね、この精神科の人なんですけども、その人が受けたので、今日ですね。で、鈴木貫太郎さんって2人ね、トイック900点プロジェクト2人とも900点目指してやってて、で、その指導先生にちょっと解説したところと同じパターンですね、の問題が出てて、ああ、やっぱりよく出るんだな、トイックってこんなのはっていうふうに思いましたね。なので、普通としておきます。優しめだったけど、ちょっとやっぱ引っ掛ける問題は出てたっていう印象ですね。で、ただね、パート5ね、やっぱ答えが乗りすぎ。パート2に、のところ、会話で出てた表現が正解になってたし、パート6に載っていた表現が正解になってたし、パート7に載ってるのも答え載ってましたね。パート7に2回も出てる表現が、パート5で正解に出てましたね。っていう、やっぱこの答えを乗るのやめた方がいいと思うんですけど、答え載せないでください。悲しかったですよ。パート6にも同じこと言いましたね。パート6の問題、一番最初の問題でしたね。パート7にそのまま丸々載ってましたね。はい。だもうそういう のをやめてほしいなって思いましたけど。で、パート6自体は読みづらい。まあ自分が苦しかったっていうのもあるのかもしれないですけど、だいぶ読みづらかったなという印象ですね。あ、結構きついぞこれっていうふうに思いました。でも問題自体は優しめのものが多かったです。いつもより優しかったですね。文挿入問題とか全部優しかったんで、だから普通としておきますね。でも1問かなり難しいですね。文法事項分かってないと解けない問題があったんで、そこは多分相当揉めるというか分かれてんじゃないかなとは思います。まあそうして読みづらい、文法問題難しいのあったけれども、優しめだったんで、ちょっと普通としておきます。そしてパート7ですね。いや、むずいでしょ。これはしんどかった。いや、もう自分の頭が働いてないっていうのも、加味しても難しい。いや、大変でしたね。だいぶ時間かかりました、読むのに。最初、まあ、パート6終わった時点で、10分近くの貯金があったんですよ。だからこれなら余裕でいけるだろうと思ったんですけど、結局余んなかったですね、時間はね。まあ、当然体の問題もあったんで、そうです。汗だくになりながら、汗だくになるんですけど、体はめちゃめちゃ震えてるんですよ。ブルブル震えてて。手にも力が入らないし、やばいな、この状況と思いながら、それでいてずっと考えてなきゃいけないんで、頭を回転させながらやるんで、あ、もうこれやばいぞと思いながらも行ったんですけど、パート7のそうですね、ダブルパッセージでめっちゃむずくて、うわ、これ終わんないかもしんないなと思って、どん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 貯金が削られていきましたね、後半部分に行くに従って。で、最終的にトリプルパッセージで1個わかんなくて、嘘でしょと思って、どこにこれ答えあるのって、何回も何回もね、トリプルパッセージ3つの文章全部読み直したのに、見つからなかったです、答えの根拠。多分合ってると思うんですけど、いや、難しい。で、引っかかっちゃう問題もやっぱり随所に用意されてますね。うわーって思いながら、これ絶対引っ掛ける気満々じゃんと思ったのも結構あって、いや、苦しみました。今回は相当苦しんだ受験になりましたね。まあでもこれで満点取れたらね、食中毒でも取ったぞと、ご飯食わなくても取れたんだっていうですね、そういう伝説になるんじゃないかなと思ってるので、まあそれは良かったかなと。まあ、取れればですね、取れなかったらもう二度とこんな受験はしたくないですね。いや、もう本当に大変でした。
まあ、他にもね、気がついたことは山ほどあったので、それはですね、今後の動画というか、明日の動画で話したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.